今回は、名探偵コナン第577話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。始まった。謎空間だからデジリマなのか。ホタルなかなか見ないねえ。ホタルとか令和の世に生きとるんか。ホタルは都会にはいない。ホタル見に来たコナンたち。アガサ博士。少年探偵団も来てたか。ホタルンの歌。ホタルの歌といえばホタルの光しか知らねえ。ガラケーなのが時代感じるな。悪そうなやつやな。中峰の人相悪すぎだろ。わかりやすく悪そうな面。足怪我してる。犯罪やってそうな口元。いかにも事件起こしそうな顔してるぜ。今日の犯人は金髪で決まり。外見で判断しちゃいけないけど怪しすぎる。2010年6月19日放送。14年前か。ブームは去るのが早い。今なら SNS 映えで人気出そうだけどな、その神社。クラウドファンディングでホタルの養殖に成功。でもなんか表情が浮かないですね。俺知ってるゴキブリの尻に蛍光塗料塗ってるやつだろ。こち亀でホタルを調達できずにゴキで代用する話思い出した。はぁ、最低じゃねえか。今時なんだその条件。逆らうに逆らえないわけですね。葵さん、かわいい。葵さんかわいいな。葵さんかわいい好き。本当に愛し合ってる人？明らかに恋仲な二人。イケメンと美女愛になるな。なんかドロドロしてそう。なんだ、中峰生きてたか。姿は見えず声のみ。顔を出さない、妙だな。あ、もう死んでるなこれ。お、ホタルだ。ホタル大気解放。どうせ死体が飛び出すんでしょって疑ってごめん。ホタルよくそんだけ捕まえられたな。ここの灰原愛ちゃんめっちゃ好きなんですよ。ゲンタ、ホタルを捕まえようと躍起になる。捕まえるな。怪我するなよゲンタ。あ、中に。ホタルじゃないもの見つけちゃいそうだぞゲンタ。いねえ。ゲンタお前勝手に人の車開けんなよ。ゲンタ。ゲンタがキーキャラか。なんでホタルすぐ死んでしまうん。ホタルってそうなのか。儚い命。ホタルが早く死んでしまう理由を節子に教えてあげたい。フケキャラ代わりとしっかり書かれてる。どうかした？見とれたのか？許せねえぞ。娘さんに似てた？灰原さんやあゆみちゃんにお子さんを重ねちゃった？似ている、てか。土石流で家族を。あー気の毒に。それは辛い。バカ息子いねえな、死んだか？こういう時はすでに。エボシー和田助けて。中峰、襲われた？この電話している男、怪しいな。電話で相手の声が聞こえないパターンは。遅延か？いかにも一人演技っぽい。キーがない。本当？さっきはゲンタが覗いていたが。ゲンタは？ゲンタパクってないよな。よし、博士のビートル、出動。トラックの鍵がない、というわけで博士のビートル。ホタル恋の音楽メロディーシュール。何今のラジカセ。このラジカセもヒントかな？コナン君、さらっと同行してら。いや、普通小学生ついていかないよね。コナン君がついてきてるのに特に誰も言及しないのくさ。何？いきなり死んだ、何もしてないパツキン。遅かったか。ペロ、これは。まさかアーモンドチョコ。おい、舐めろよ。やはり犯人はホタルか。なんでホタルが？犯人役かと思いきや被害者役だった。アーモンドの匂いがってよく聞くけど嗅いで平気なん。このアニメで、アーモンド、って単語が出てきてアーモンドそのものが出てきたことあったか。連れて行かれたのか。左足なら運転できるけど右足だと無理よね。確かに運転できないな。毒入りドリンクって怖。気配に気づくおじさんすごい。あ、いたんだ。ゲンタが上に乗っかったらやばい。と正論言ってくれる人。コナン君も子供だけど。じゃあコナン君も入れるなよ。似てる。え、まんまじゃん。愛ちゃんに似てる。お孫さん、こんなに仏頂面でしたかね。結構髪型そっくりだな。なんかコナンの世界灰原に似てるやつ多くない？どれだけそっくりな子がいるの？愛ちゃん、相当似てるんだな。老若認証で引っかかりそう。そんなに灰原に似てたらパシフィック V がバグりますわ。唐突な美人。ゲストキャラのお姉さん、なんかすごい美人じゃない？この方かわいいな。意地悪、ねえ。休暇である貸し分け。お金たかられてたのか。あらあらあら。こんなの脅しじゃんか。ジャイアン、スネオ、伸びたみたいな感じやな。村おこしの出資で吸ったもん出してた模様。
切り替え早い。二重人格が過ぎる。割と外面はちゃんとしてたのね。奥様はご存知ないんかい。柏くんと結婚しても幸せになれないですか。父さんは反対なのか。まあ娘の幸せを願えば。聞いてるコナン。コナンくん隠れきれてないぞ。急に歌うよ。なんかドロドロしてるから探偵団のみんなが出てくると安心する。あ、ラジカセの。あれ蛍の歌だったんだ。めちゃくちゃ耳いいな。聞く。灰原はお母さん。ご丁寧に洗われていた瓶。飲んだ後に洗ってあった?飲み終わったから捨てる前に洗ったんだな。なんか音が。地鳴り?洞窟に何か?崩れる。葵さん、かわいい。葵さんもブキャラで過去一かわいいんじゃね?丸着声で笑った。スイッチ入ってるよん。ものすごく情報漏洩。うっかりが過ぎるぞ宮司。参拝客他にいなくて幸いだな。ネタは上がってんだ。一人でホタル鑑賞してもいいだろ。コナンくん内容聞けてラッキー。背景の書き込みが細かいな。助かったなぁ。助かった助かってないじゃないでしょ。そもそも電話が遅延の可能性もあるし。お前が犯人だろ。丸着声。そろそろ誰が気づけよ。ゲンタの尻に懐中電灯。ゲンタ泥棒すな。ずっと持ってたんかい。ずっと借りパク。どういうことだってばよ。録音した声とかだったのか。まさか、声を録音して。ゲンタのやべえ行動がヒントに。一つのヒントで銃を知る男コナン。この回見たことあるけど結末覚えてないな。ゲンタくんはうっかり窃盗しちゃうけどそれで事件が解決しちゃうんだよな。毎回ゲンタの異常な行動がヒントになるのやめろ。絶対ゲンタの行動ヒントになると思ったわ。実は黒の組織のボスはゲンタだと睨んでる。つまりアポトキシンを発明して自分に使ったアガサ博士だと。コナンカードのイラスト、いいな。出た口パク推理。あ、今回は博士だ。素人は黙っとれ。もはや素人ではないんだよな。たるみさん犯人なのか。やっぱりこいつ。怪しさしかなかったもんな。冗談はよしこさん。こんな至近距離で代わりに喋ったらバレるよ。アガサ博士の場合、口パク合わせないといけないから、難易度高め。アガサ博士、一度くらいは麻酔銃くらってほしい。駄菓子屋、めっちゃ夜遅くまで営業してんな。24時間営業の駄菓子屋。ほんまか?根拠が薄い気がす。ツンツン。レコーダーになってたのか。めっちゃ便利なボイレコやな。スパイ映画か。ノールックで渡されて出せる博士。探偵役の博士頑張ってるな。ゲンタがガリパクしたからか。犯人の敗因ゲンタの非常識行為。こいつはうっかりだー。ハメ技じゃないか。ゲンタナイスうっかり。という推理。毒パワー3000。なんて恐ろしい。発見直後にか。とっさにすごいな。犯行が大胆だぜ。あの時、真っ先に中峰が乗ってる車に駆け寄ったから怪しいと思ったんだ。現れた瓶の中にホタルが。ホタルに優しい。ナイフ持ってる。おいおい。危ない。ぐわぁ。この野郎。やべぇ。愛ちゃん逃げてぇ。眉ではない。もう眉にしか見えてないな。愛ちゃん。まさかの急展開。灰原を人質にしやがった。蘭姉ちゃん助けて。珍しく犯人が大暴れ。暴走しよった。往生際が悪い。土石流。なんてタイミングで土石流が。そんなタイムリーな回ありかよ。閉じ込められた。なんてこった。第三次第三次土石流やば。土石流の作画が迫真すぎる。後半急展開。推理ショーの後に土石流とか飛んだ際なんだな。一話完結なのに話の内容が濃すぎるわ。これあと2分で終わる?まだ捕まってた。あの状況で人質話さなかったのか。愛ちゃんを人質に取るとはいい度胸じゃないか。往生際が悪いぞ。元からいたのかもしれんぞ。いや眉じゃねえけど。眉じゃないですよ。信頼してるな。さすが相棒。灰原さん、やる?さすがだぜ灰原さん。刑事さんナイス。ぶっ飛べ。サッカーボール決まった。久々の顔面サッカーボールや。痛そう。ボールがクリーンヒット。飛び道具威力強すぎ。ナイス、コナン。珍しく過激な犯人だった。まゆ、まゆ。まゆちゃんじゃないよ。愛ちゃんとまゆちゃん本当に似てた。お孫さんじゃないけどね、ありがとう。ここ謎の色気。ちょいクーデレ気味愛ちゃんかわいい。今度は助けられたな。おじさん救われた。
この後、どうやって出れたんだろう。脚本は辻正樹さんだったか。結構、ド派手な回だった。そして1話の中でよくまとまっている。映画をぐっとしたようなシーン多くて見応えあるな。通常回にしてはかなり作り込まれた回だったな。久しぶりに見たけどアクション作がすごいなこの回。愛ちゃんのおかげでこの刑事さんも救われたかもこのお話、少し切ない部分もあるんよね。その勇気がなくなった孫にそっくりな愛ちゃんを助けたのだ。意外と愛ちゃん回だったな。神社はとんでもない被害かぶったけど大丈夫なのかな？そもそもたるみの動機は何だろうな。ゴリゴリ金盗んでるやないか。横領までしてたのか。とんでもねえ男じゃねえか。動機クソすぎてクサ。イチャコラしやがって。あっちもめでたし。ハッピーエンドってね。葵さんかわいい。よかったね。ホタルで締めくくっていい終わり方だったようだ。あ、愛ちゃん。愛ちゃん怖いよ。原作回、やった。原作回来たー。6人が浮気。トリプルコラボの浮気疑惑。なんかいろいろな要素もりもりで楽しそうだな次回。来週面白そう。来週絶対見なきゃ。他人事ねえ。次回、みんなで仲良く浮気。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。